トパーズはフォードが製造、マーキュリーブランドで販売していた自動車である。旧式化してきたマーキュリーゼファーの後継者として1983年2月に発表され、1984年モデルとして販売された。フォード店舗の姉妹車であり、4ドアセダンと2ドアクーペが用意される。他のマーキュリー車と同様に店舗よりも装備が高級化されている。デザインは 空力性能を意識したもので、フォードトーラスやセーブルなど、後のフォード車全体につながるデザインである。プラットフォームは、エスコート、リンクスから派生した CE14 プラットフォームを利用。しかしエスコートよりも大きなサイズであるため、ホイールベースを延長するなど、かなりの部分は独自仕様となっている。エンジンは2.3リッター直列4気筒、オフを縦置きに搭載。 1984年には、マツダ製の 2.0L 直列4気筒ディーゼルを追加した。駆動方式は FF で、サスペンションはストラットによる四輪独立喧嘩を採用した。これにより、高い走行性能とスペース効率を実現している。1986年にマイナーチェンジを実施し、ヘッドライトやグリルのデザインが変更され、上位車種であるセーブルに似た雰囲気となった。 またオプションで SRS やバッグを装備することが可能となり、このクラスの車でオプション設定されたのは画期的であった。1987年にはパートタイム式 4WD モデルも追加されている。1988年に大幅な改良を受け2代目となった。特に4度アセダンはボディ形状を大きく変更し、 6ライトウィンドウと立ち気味のリアウィンドウを持った高級感を漂わせるデザインとなった。このモデルよりマーキュリーのファミリーフェイスとなるウォーターホールグリルが与えられている。またスポーティグレードとして高出力型エンジンを搭載した2ドア XR5 と4ドア LTS が追加。1992年に再度改良を受け、セーブル同様のライトバーと呼ばれるフロントグリルに変更された。 ただし、セーブルとは違い、ヘッドライトと連動して点灯させることはできない。また新たに3リッター V 型6気筒オフエンジンも選べるようになった。しかし旧式化が進み、後継車種のミスティークへ後を譲り、1994年を最後に販売終了となった。トパーズは王玉を意味する。ありがとうございます。